可愛すぎて話題になった英語教科書のエレン・ベーカー先生、VTuber になる。ということでございます。皆さん、エレン・ベーカー先生は知ってるでしょうか？こちらは東京書籍の出版する中学用英語教科書、ニューホライズンの登場人物で、ニューホライズン2016年度から2020年度まで使用された教科書の ALT の先生、アシスタントランゲージティーチャー、外国語指導助手ですね。それがこのエレン・ベーカー先生なんですが、まあどうやらこの東京書籍の中学英語教科書、ニューホライズン、教科書が新しくなるたびに、この ALT の先生も変わるみたいで、調べてみた感じ、まあ、こういった感じで、リサ・グリーン先生だったり、その妹、アン・グリーン先生、目が点でおなじみの先生ですね。だったり、メアリー・ブラウン先生、エレン・ベーカー先生、で、エイミー・クック先生、といった ALT の先生方がいたみたいですね。まあ、抜けがなければ、こういった感じでね、先生が変わってるみたいなんですが、特にこの2016年、エレン・ベーカー先生が教科書に載った際、どうやらエレン先生のイラストが可愛すぎたということで話題になり、旧ツイッターですごいね拡散されたようで、中学英語教科書のキャラクターにもかかわらず、とっくに中学校を卒業した大きなお友達のみんなにも好まれ、イラストだったりコラ画像も大量に作られたみたいですね。まあ確かにイラストのタッチがね、萌えまではいかないまでも、その前のメアリー・ブラウン先生とかと比べても異質ですし、もうアン・グリーン先生なんて目が点ですからね。それに比べたらもう可愛すぎるイラストですね。まあ、どうやら東京書籍としては、グローバル化の時代に、できるだけ多くの生徒に英語を学習しようという意欲を持ってほしいと思い、生徒に関心の高いタッチのイラストに変えることにしました。とのことで、まあ、可愛くしたら生徒も食いつくやろみたいな感じでイラストをね、描いたみたいですね。親御さんびっくりしちゃわないかなとも思うんですが、そのエレン先生人気だったということで、2017年には音声付き公式 LINE スタンプも発売されたり、2018年用のカレンダーも発売されたみたいですね。先生むちゃむちゃ商品展開するやんと思うんですが、まあ、その後2021年からは教科書の ALT の先生エイミー・クック先生に代わってエレン先生もうほぼね登場しなくなったそうなんですが、東京書籍が出版する中学生用の参考書高校入試要点ズバシリーズで、エレン先生英語だったり英単語の科目だけでなく国語数学理科社会でも起用されたみたいですね。まあ人気だからだとは思うんですが、そんなエレン先生2021年からはね ALT の先生エイミー・クック先生に代わって登場もねほぼなくなったんですが、どうやら今年から2024年度の小学校用の英語教科書ニューホライズンエレメンタリーイングリッシュコースに英語の先生として登場しているようで、まあイラストがねちょっと変わっていて、イラストレーターの人が変わったそうなんですが、まあでもこちらも東京書籍の英語の教科書で、名前もエレン・ベーカー先生、さらにキャラ説明で以前は中学校の ALT だったと書いてるので、まあ同一人物だろうと認識されてるみたいですね。まあ、中学校の ALT の時から時が経ってるので、先生もちょっと落ち着いた見た目になったんだろうというストーリー的な考察もあるんですが、東京書籍の偉い人たちが話し合って、さすがに前のエレン先生はエッチすぎたから抑えめになったんじゃないかというメタ的考察もありません。まあ萌え度で言ったらちょっと抑えめになったかなと思うんですが、まあそれでもねこっちのエレン先生もありという大きなお友達もいてしまいますね。でさらにそんなエレン先生たちのサイドストーリーの小説も出たそうで、英語の教科書の先生メディア展開激しいなと思うんですが、まあ、どうやら東京書籍が2024年4月より小学校英語教科書と一般家庭をつなぐニューホライズンプロジェクトをスタートしたそうで、物語は教室を超えてをテーマに、ニューホライズンエレメンタリーに登場するエレン・ベーカー先生を中心としたキャラクターたちの様々なコンテンツを展開予定だそうで、その第一弾としてエレン先生たちが登場する小説ニューホライズン青春白書ユニット1新学期が始まる前にが出たみたいですね。まあ、さらに公式サイトにはその小説に登場する登場人物も載ってるんですが、アン・グリーン先生も登場するみたいですね。もう目が点じゃないですね。ちゃんと目が描かれています。でどうやらアメリカの大学の教授、日本で ALT として長年教えていたと書かれていて、アメリカの大学教授になってるみたいですね。もう目も職業も出世してますね。物語は教室を超えてっていうテーマがね、なんかラブライブみたいなんですが、まあ、さらにニューホライズンプロジェクトとして英語学習書エレン・ベーカー先生初めての英語教室 NFT デジタル動画特典付きも発売されるようで、初回版には購入者特典として VTuber のエレン先生が英会話のコツを教えるマル秘映像過去限定 NFT 特典もついてます。ということでエレン先生英語学習書の初回限定特典映像で VTuber もやるみたいですね。まあ、初回限定というね VTuber らしい売り方もしていて、 VTuber としての覚悟もね感じるんですが、もうエレン先生でむちゃむちゃ展開しますね。
まあ、ちなみに特設サイトでは VTuber エレン・ベーカー先生の紹介映像もあったんで見てみたんですが、さすがにね VTuber みたいな萌えボイスではなく聞き取りやすい声で英語を喋っていましたね。 I'm the ALT of Wakaba Elementary School。 まあといった感じで可愛すぎた英語教科書のエレン・ベーカー先生 VTuber になるということなんですが、まあ、最初ね見た時はエレン先生教科書でこのイラスト出すんだというね衝撃はあったんですが、まあ、そこからね時間が経ってもまだね小説だったり VTuber といった展開がされていってるんですね。まあ、中学のニューホライズンから小学校の英語教科書になってエレン先生のねイラストもちょっと落ち着いた見た目になってキッズたちのこじらせる可能性も低くなったと思うんですが、まあ、VTuber というね新たなこじらせ要素というか英才教育もしていくんですね。もう子供たちはねエレン先生に惑わされず純粋に英語を学びましょう。以上です。